皆さんこんばんは。今回は歌手や女優として有名な荻野目洋子さんの現在についてお話しします。本名荻野目洋子、生年月日1968年12月10日、52歳、出身地千葉県佐倉市、学歴堀越高等学校卒業、職業歌手、女優、タレント、声優、血液型 B 型、父親はサラリーマンで、もともとは東京都内に家がありましたが、父親の転勤で熊本県に移住し、荻野目さんが生まれるまでには都内に戻ったそうですが、父親は子供は自然の中で育てるという方針で千葉県に移り住みました。荻野目さんの洋子は、両親が将来は海外へ飛び出していくような子に育ってほしいという願いを込められて、太平洋から洋子と名付けられたそうです。そして劇団ひまわりのオーディションを受ける恵子さんについていき、そこで歌を歌わされて恵子さんと共に合格したそうですが、劇団が遠いことや経済的理由で劇団には恵子さんだけが通ったそうです。1978年の小学4年生の頃にテレビ番組のちびっこ歌まねベスト10に出演していたところをスカウトされて芸能界デビューしたそうです。1983年にはアニメみゆきのヒロイン役に抜擢され、声優デビューしました。1984年の高校1年の時にソロデビューし、約1年半後にダンシングヒーローで大ヒットしましたね。また女優としても早春物語や赤ちゃんに乾杯などに出演したり、アイドルとして CM やバラエティ番組にも多く出演していました。そして2001年にテニス選手の辻野隆三さんとできちゃった結婚されましたね。馴れ初めは堀越高等学校に通っていたことで、荻野目さんは芸能コースで、辻野さんは体育コース、接点はないのですが、2人とも忙しい高校時代を過ごしていて、出席日数が足りなかったようで、高校3年の時に補習の場で出会って交際に発展したそうです。ところが交際していることを事務所に話したところ、結婚するか仕事を取るかで選択を迫られ、破局してしまったようですね。しかし荻野目さんが30代になってから再会し、再会3日後に交際がスタートしました。運命的な再会だったようですね。そんな荻野目さんは現在も音楽活動に精力的に取り組んでいます。2020年8月には NHK みんなの歌で自らが作曲した虫のつぶやきが起用され、子供から大人まで多くの人が注目しました。また YouTube チャンネルを開設していて、ファッションを紹介する動画やミュージックビデオを公開しています。2020年12月には17本のミュージックビデオを立て続けに投稿していて、公開された動画は過去のヒットナンバーばかりで、懐かしい、今も昔も変わらず美人とファンの間で話題になりました。そして2021年3月にはヤマハミュージックジャパンが主催するおかえり音楽という企画に参加していて、新型コロナウイルス感染症の影響でイベントの開催中止や縮小の影響を受ける音楽業界を元気づける活動に取り組んでいます。同年8月21日に開催されたコンサート、ラブソングカバーズコレクション2021元気の出るラブソング特集では、素晴らしい歌声で観客を魅了したようですね。さらに9月にはウクレレ演奏が楽しめる無料のイベントウクレレナウに登場していて、海外の人もその演奏に魅了されたそうです。2022年2月12日には東海東京証券プレゼンツ目覚ましクラシックスイン名古屋に出演することが決定していて、今後もマルチな活躍が期待されています。そんな荻野目さんはサンケイスポーツの取材で、コロナ禍の今だからこそ気づく家族の大切さとか、身近にいる人への思いとか感じたことを
自分ができる音楽で伝えたいと話していたそうで、これからも作詞作曲を通じて音楽の幅を広げ、多くの人にその歌声を届けたいと言っていたそうです。そんな荻野目さんはテレビ番組で子供について話すことがあり、2017年に放送されたメレンゲの気持ちで子育てにおける3つのルールがあると話していました。1つ目のルールは、食事中は盛り上げろ、楽しんで食事をしようということだそうで、声を出して盛り上げるということではないそうです。2つ目は、挨拶は全力で、荻野目さんの体験談から作られたルールだそうで、荻野目さんが結婚当初の朝にテンションが低いと、何怒ってるのと夫に聞かれたそうで、いつでも明るく挨拶をする夫を見て、私も見習おうと思うようになったそうです。娘たちに元気に挨拶することの重要さを伝え、家族間で実践しているそうです。そして3つ目は、スマホアプリの LINE は禁止、娘の連絡先が知らない誰かに漏れてしまうことを恐れたため作ったルールだそうです。芸能人の家族は第三者に連絡先がバレると大変なことになってしまうので、トラブルに巻き込まれないようにと作られたルールだそうですが、娘には過酷なルールかもしれないですね。そしてそんな荻野目さんはインスタグラムにプライベートを感じさせる写真や仕事の裏側などを投稿しています。2021年8月にはタレントで歌手の早見優さんが荻野目さんとのツーショットを公開し、そのスタイルの良さが話題になったそうです。ファンの方たちは、2人とも美しい、若い頃と全く変わっていないと言った、たくさんのコメントを寄せていました。そんなファンからは、荻野目さんと浜辺美波さんが似ているとの声が上がっているそうです。浜辺美波さんは2000年8月29日生まれの俳優で、2011年の東宝シンデレラオーディション、ニュージェネレーション受賞などの受賞歴があり、ドラマ、映画、CM など多数の作品に出演しています。荻野目さんと年齢差がありますが、顔立ちが似ていると言われているようですね。そんな荻野目さんには3人のお子さんがいらっしゃるそうですが、50歳を超えても若々しく、ダンシングヒーローを再ヒットさせてブレイクするなど活躍し続ける荻野目さんのこれからの活躍にも注目していきたいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価していただけると嬉しいです。またお会いしましょう。